僕のチャンネルは僕だけで作っていくものっていうよりかは、僕の視聴者とか他の第三者からもらった意見とかでも作っていきたい。だから俺はみんなでこのチャンネルを成長させていきたいって思ってるのね。新世界の怪人ポコヨフロンだということで、今回はね、トシキが僕の登録者を超えた件について話していこうかと思います。なんでこんなことを話すかっていうと、こういうコメントが来たんですよ。はい、こういうコメントが来たから、まあしょうがなくまあ話していこうかなと思うんですが、まあみんなも気づいてると思うけど、まあ僕はもともとトシキよりも登録者はいませんでした。まあトシキが登録者多分1万人ぐらいの時に、僕は登録者0人ぐらいで、でまあそれから始まって今のチャンネルを開設してから1年ちょいぐらいなんですけど、多分トシキは2年ぐらいやってるよね、 YouTube。 まあその差もまああるとは思います。トシキは TikTok のフォロワーがまずそもそも30何万人っていて、僕の TikTok のフォロワーは5万人と、まあ、そこの時点で負けてるんですよね、 TikTok で。トシキは TikTok から流れてくる人もいれば、 YouTube を見て登録してくれるっていう2パターンがあるんですけど、僕の場合は、まあ、TikTok から流れてくる人はまああんまりいないのと、 YouTube を見て登録してくれる人がほとんどっていうことが多いですね。でまあその差でまあ負けてしまってるっていうのはあるかもしれません。僕が思うになんですけど、登録者ってあくまでもその数字的なものなんで、あんまり重要ではないのかなと思います。重要ではないって言ったんですけども、10万人は目指してるんで、よければ登録の方をお願いいたします。銀の盾ゲットして、その盾を持ちながら渋谷の街を歩いて、もう自慢して見せびらかすみたいな動画を撮ってみたいんで、よければ本当に登録の方をお願いします。なんで重要じゃないかっていうのを話すんですけど、まあ、大事なのってまあ再生回数だと思うんですよ。まあ YouTuber が生きていくには再生回数がすごい大事だと思うんですが、まあ例えばチャンネル登録者100万人います。でも再生回数が1本の動画が例えば100とか200とかまあ1000とかまあそれぐらいしか毎回再生されてませんっていう人は、YouTuber として生きていくことってかなり困難なんですね。なのでそういう方たちって、まあ、YouTube で飯を食っていけないからかなりしんどいと思うんですけど、まあ僕とかトシキって、まあ、YouTube で多分生活できるぐらいはもらえてると思うんで、そういうのも考えながら再生回数について話していきたいんですけども、トシキの YouTube チャンネルでの再生回数って今1200万再生ぐらいなんですよ、全部の動画で。で僕のチャンネルの再生数っていうのが3000万再生なんですね。なので全体の再生回数を比べると、トシキの動画の再生回数よりも僕の方が 2.5 倍上なんですよ。ってことは、トシキよりも 2.5 倍いい暮らしをしてるってわけですね。簡単に考えると、今回今さっき言ったようなコメントが来たじゃないですか。でそのコメントを見る限り、なんか登録者だけで YouTuber を判断してるのかなって思うんですけど、僕的には再生回数の方が重要だと思うんで、再生回数の方を見てもらいたいなとは思いますね。再生回数が明らかにトシキの方が低いんで、僕の方が上なんですよね。だから登録者がトシキに抜かされようとも、トシキよりいい暮らしをしている僕の方がまあ圧倒的まあ優秀というか、まあ勝ち組というか、まあなんというかって感じなんで、まああんまり悔しくはないんですよ。だからそこでマウントを取られるんだったら、マウントを取られても別に構わないかなっていう。登録者抜かれますよって言われても、俺のことを登録したいって思ってくれてるファンがいるかどうかだから、まあ、それがね、獲得できていないのは自分の力不足かなと思うんで、まあ、それに関しては悔しいというより、僕についてきてくれるファンよりトシキについていくファンの方が多かったんだなっていうのが認識できたというか、悔しさというか悲しい方が勝つかな。だからまあみんなが YouTuber でどこに着目してるかっていうのを考えた時に、まあ再生数を見るのか、それとも登録者数を見るのか、なんかいろんな見方があると思うんですよ、 YouTuber の見方っていうのは。なので人それぞれあるんでしょうがないんですけども、僕はあくまでも再生回数が重要かなって思ってるんで、まあ今回ねこれちょっと動画にしました。でまあみんなはねどう思うかわかんないんですけども、チャンネル登録してない人は今すぐにチャンネル登録をお願いします。登録者10万人は目指しています。重要ではないって言ったんですけども、その重要度が違うだけで、再生回数、登録者、動画投稿頻度とか、そんな感じの順序かな、多分俺の中で大事なのは。だからそういう風に考えてるから、重要ではないものの、登録者はまあ僕の中では2番目に大事だと思ってるんですよ。登録者の数っていうのはね、 YouTube をやっていく上で登録者も大事なんで、よければ登録お願いします。マジで10万人いかしてください。お願いします。
で、まあこういうことを言うと一番大事なのは見てくれる視聴者だろうみたいなすっげえ当たり前なことを言う人がいると思うんですけども、もうそんなのは分かりきってて、あんまりにも当たり前すぎてわざわざ言わないだけですね。ワンチャンこういうコメント来るかもしれないんで、そういう人がいたら、まあこのシーン見てくださいみたいなコメントしといてください。いろいろ格好つけて言ったんですけど、本当はめちゃめちゃ悔しいです。あいつが5万人ぐらいの時に僕は7万人で2万人ぐらい登録者の差があったんですけど、抜かれてしまったんで実は悔しかったです。この5分ぐらいはずっと格好つけてました。再生回数は勝ってるとか、いろいろ自分が勝ってる部分だけ取り上げていい気になってましたが、実際はめちゃめちゃ悔しいし負けたくないっていう気持ちがあります。なので僕も動画投稿を頑張ってしていくので、よければ皆さんも僕の動画見てください。そしてチャンネル登録してない方はチャンネル登録をしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。僕は動画編集とかサムネイルとかも全部自分でやってるので、配信する時間がなかったりとか、プライベートの時間もほとんどなくて YouTube に捧げてるんですけど、まあ、本当にその遊びに行く日以外は休んでないからガチで YouTube に捧げてるんですよね。だから本当にチャンネル登録してください。お願いします。別に僕が頑張ってるとか努力してるとかそういうことじゃなくて、僕は別に好きでやってるから、まあ努力してるつもりもないし頑張ってるっていう風な感覚もなくて、楽しんでやってるっていう感覚でやってるんですけど、本当に YouTube だけに時間を捧げてるんで、本当に皆さん登録してください。もうこればっかり言ってるけど、今年中に僕は本当に10万人を目指してますし、もうできることならこの夏休み期間あと20日間ぐらいでもう10万人行きたいと思ってるぐらいなんですよ。無理だろうと思われるかもしれないんですけど、それぐらいの勢いで10万人を目指してるんですよ。できることならもう30分でも1時間でもいいから配信やったりとか、いろいろそういうのもやって、もうやるだけのことはやり続けて、まあ、ゼルダもちゃんとやってとか、もうすべてにおいて手を抜かずにやっていくんで、本当にお願いします。投稿が遅れることは多々あるかもしれません。その時はその時で、あ、ポコエフロン寝てんのかなとか、ポコエフロン遊びに行ってるのかな、疲れてんのかなとか、適当なことを考えてくれれば大丈夫です。僕が体調不良になることっていうのはほぼありえないので安心してください。この2年3年ぐらいは僕風邪ひいたりとか一切してないんで、多分俺の記憶の中ではしてる可能性もあるわ。風邪ひいたとかもしかしたらツイッターにツイートしてる可能性あるんですけど、もしその時風邪ひいてたとしたらその1回ぐらいですね。もう記憶ないぐらい引いてないんで、もう大丈夫なんで、もう安心してください。まあ唯一僕あの左腕がねよく怪我するんですよ。怪我というかなんか神経の怪我だから外傷というよりこの内部の損傷なんだけど、それをよくやってて、今現在もそれなんですけど、まあ、そういうのもあるから今まあフォートナイトとかのねゲームをあんまりうまくできなかったりはする。簡単に言うと僕の左手にはちょっと力が入らない状態が今続いてて、で僕のねそのいつも行ってる病院があるんですけど、病院が1ヶ月間休みなのよ。なぜか知らないけど2週間ぐらい今耐えてるんですけど、もうさすがにもうやばいなみたいな。でもう少しで病院が再開するんで、その時になったら病院行ってまあどうにかしたいなと思うんですけど、まあそういうのもねあったりとか、まあいろいろある中で YouTube やってます。もうこれはもう視聴者のため、視聴者が楽しめるものでコメントも見てる、こういうの上げてほしいとか、だからそういうのもやってる。スマブラやってほしいって言ったらスマブラ配信もしてます。リクエストも答えます。なのでこのコメントにリクエストでも何でも企画名でも書いてくれたらもしかしたら採用する可能性があります。僕のチャンネルは僕だけで作っていくものっていうよりかは、僕の視聴者とか他の第三者からもらった意見とかでも作っていきたい。だから俺はみんなでこのチャンネルを成長させていきたいって思ってるのね。そのためにはみんなの協力が必要だし、今目標の10万人の登録者っていうのも達成したい。僕は実況者としてこうやってコミュニケーションをリスナーと取りたいので、で僕が逆の立場リスナーだったら反応されたら嬉しいなとかわかるんで気持ちは。なので僕はそういうのやりたいと思います。で Twitter もサブアカウントっていうのを作って僕はフォローしてます。なのでそういう風にリスナーと絡める場所とか、まあ DM を送ってきたら DM はあんまり返さない可能性はあるが、そういう風にコミュニケーションを取って取りまくって僕はやっていきたいんで、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録だけはしてってください。バイバイ。